に青玉ですメープル。僕は最後はもう青玉じゃなくてメープルになりましたけども、うん、森林破壊されてるんで材質がない。うん。僕も2018まででしたね。で、2019からバット変えてくれって言われて、で、あの、まあ、青玉だったんですよ、18まで。で、19からメイプルに変わって、でも感覚が全然違くて、なんかバットの出し方がわからなくなっちゃった感じです。その感覚すごいね。ほんと、この辺が出てこないんですよ。で、何したかっていうと、右肩出して無理やり出したんですよ。いいですね。工夫ですね。でも右肩って出したらダメじゃないですか。俺は出して打ってたから。出してたんですか。俺は出して打ってない。出してなくて出てたの。あ、出てた。ダメな打ち方したの。で、詰まって、詰まらせて。だからもう俺はもうこの打ち方直んないから、はい、じゃあもう打つ球間違えないようにしようっていう。もう打ち方変えるの難しいじゃん。はい。そうそうそう。工夫。そっちもあったんですね。そういうことです、そういうことです。もう僕、右肩だ。出したらあかんってなんか思ってて。出したらダメですよ、本当は。絶対ダメですよ。確率下がりますからね。右肩出さないとパッと出てこないから、もうその中で、もうとにかく球種当てたろって、もう球種を当てて打ちに行っとったし。バットの形状変えればよかったのに。いろいろやったんですよ。そのグリップをもっと細くしたりとか。で、あの、こうバット、こういう形だと思うんですけど、うん、ここをもっとブワってしたり、ソフトボールみたいに。ソフトボールみたいにしたりとか、逆に、この、ふわー、ブワーって広がってるところから、もっと細くしたりとか。だから、持ってるとこを太くして、ちょっと先を、はい、細くして、そこから普通のバットにしていけば、シナリオは出たんじゃないの？それですね。それって形状大丈夫なのかな？あ、ダメかもしれないですよ。こういうやつ。なんかね、いろいろルールありますもんね。多分大丈夫だと思うけどな。うん、あ、ということで、バットはもう、はい、バットの話だったっけ？バットの話、ホームランテラスでしたね。まあ、ホームランにつながったみたいな感じで。これで平田さんがうまくやっていければ、もう僕はそれで十分です。ありがとうございます。これいいじゃないですか、近年の中日助っ人事情。森さんもど真ん中、ど真ん中。ど真ん中。外国人が、外国人でも何でも関係なく走って追い回す感じの。僕あの時ドミニカ行ってたら変わってたっすね。そうなんだよ。僕なんかもっとなんか行けてた気がする。ああ、こいつで、本当は、バカだね、日本史、あ、今行っちゃうと話すことなくなっちゃう。もう一人で、あれからスーパースターだよ。カノーが。ああ、そうだった。お前がセカンドでカノーが、ショートだった。そうそう、あの後からですもんね。そうだよ。すげえなぁ、そんなに。もうドミニカ行くことないですか、今。この前行ったよ、去年行ったよ。えこそっと言ったんだけど、あの、なんだっけ、監督とかいたから、デニも言ってたから。あ、で、あ、そうか、今、デニさんがいっぱいあるね。ちなみに、お二人の好きな遠征先とかは？あ、荒木さん、どこが好きだったんですか？遠征どこ行っても一緒。外食はあんまり。あんま外出なかったかな、出たかな。広島の時、広島結構ですよね。はい、うん、広島はあの魚連れてってもらった記憶があります。10時以降の夜は外はやっぱ緊張するじゃないですか結構、うん、ね、絡まれないようにしたいんで平田さんはどっかありますか？僕はやっぱ大阪が好きでしたね。あの甲子園の時はまあ、試合終わった後に地元の友達と集まってなんか居酒屋でどんちゃん騒ぎとかしたりしてたんで大阪は好きでしたね。じゃあどっちかというと宿舎でご飯はあんま食べない？宿舎あんま食べなかったですね。なんか気がめいってしまう気がして、まあ、これ選手によってやっぱりバラバラで全くやっぱり食事会場に来ない選手もいれば、うん、全く食事会場だけの人もいるし、うん、門限っていうのはあったんですか？1軍はなかったです。はい、2軍は門限設定あったんですけど一軍はもう各自でっていう感じで。店閉まるやろって話やん。そうっすよね行ける店限られてきますもんね。そういうところね、あんまり行かないから。どうですかね、うん、
まあまあ同じことやっててもまあ勝てないのは当然ですから、何か大野の言うことも間違いないと思いますよ、はい、まあ、自分が一番初めにか考えればね、そうそうそう、1年間何もしなかったんだから、そうそういうことだ、来年あいつはまあやるでしょう。やるでしょう、やらないわけはないですね、うん、彼は。大野が出れば、大野が出たらまだそれだけチャンスがなくなる、登板のなくなる人がどういう結果出すか、これはまた問題だしね。これは本当にもう必ずあることですね、うん、あるそうそうそう、今まで大野がいないから他のやつを頑張ってたけど、大野が投げ出したら他の人がダメだったってことにならないようにしないとね。単純な足し算だけでいけないのはプロ野球ですからね。皆さんの打ちにくかったピッチャーはいますか？はい、僕は外国人選投手だとイムチャンヨン。おお、ヤクルトにいた、はい、抑えの。抑えの。はいはいはい。抑えのイムチャンヨンは嫌いでした。俺も1本しか打って、インサイドにグッて最初外だけなんですよ、うん、でも1本とか2本打つともうインサイド使ってくるんですよ、うん、それが嫌やったんですよ。なんかこう食い込んでくるストレートっていうか、はいはいはい、なんかあれが邪魔でスライダーとか打てなくなっちゃったりとか。おお、わかるな。でも俺1本も打ってないからインコース1回も来てない外のまっすぐとスライダー外だけで抑えられる、単純に多分速かったよね、よく考えるね。めちゃくちゃ速く見えたしね。はい、うん、もう155とか。今だったらそのぐらいの数字出てんじゃないですよね、うん、結構速い。で、スライダーも大きかったし。大きい。あれ嫌いやったっすね。カブレラってピッチャー見ましたよね。あれも打てなかった。あ、そうですね。あの背高い。あ、いたね。はい、だけど、あと1年で満額っていうね、年金満額っていうあメジャーの。あ、そんな、そんなすごい選手。そう、で帰りたかったんだけど、帰れなかった。何でも聞いてよ、外国人。エピソード1個絶対つけるから。虫に何か噛まれた外国人いなかったですか？虫に噛まれた外国人。白人の、ハートキーじゃなくて。あ、そういうやついたね。なんかこの変化球。あそこか、大輔がいた頃か。そうですね。2年目な。お二人、松坂さんとは。挨拶あんまりないだろう、こっちでは。挨拶いた時はな、はい、いた時は挨拶程度です。僕俺でもこいつあれだよ、俺とあれ焼きじゃ釣りに行くって。あ、釣り好きなんですか？東京ですか？いや、名古屋来てるんですね。うん、名古屋長々来てるよ。へえ、スーパースターですからね、うん、彼は。で、二人で釣り行ってんですか？いや、二人じゃなくていろんな人。へえ、あ、そうだよ、藤川球児と三人でさ。球児も来てるんですか？はい、球児も。でも、森さんたちの時が昨日バットあったと知らなかった。金属は昔。ああ、そうです。一回もないの。一回もないですか？一回もう高校も木なんですか？高校も木だよ。みんなどこのずっとどこの同級生も木なんです。みんなだ、大会は木だもん。甲子園は木に決まってんじゃねえかよ。予選。じゃあ僕らが昔の甲子園見てるやつ、あれみんな木なんですか？木だよ、当たり前だろ。何が竹か。あった、竹バットって。竹バットありましたね。シンク中京の時は甲子園乗ってるか。金属も、はい、俺いつからだろう。身の島清涼は、ああ、だったら石の時だろ、三ノ島って。あの時は金属だな。だとは。森さん何個したっすか、石？石井さん。石はもう10、8つ、10ぐらい違うんじゃない？島田宗さんが63じゃないですか。あ、63。やっぱり7つや、8つや。あ、宗と一緒やない。そうですね。そうそう、バッテリー。だってあれと、俺と一緒だもん。住友の、二人とも。そうなんですか。まあ、一緒にやってたんですか？一緒にやってないよ。だから、はるか先だ。あれが違うか。他にもいるんだけどな。どの上と福田っていうのが。そうですね。若手ですもんね。期待の注目です。若手コーチ。ちなみに教えたことはあるんですか？コーチ業として。教えられる方まだ。教える、あれはないかな、まだ。うん、難しい。だいたい俺の言ってることは2000本っていう後ろのこれがハッタリを押してくれるから
荒木さん何言っても偽物売ってんだよなって、この後ろがいるからそれだけのために偽物売ってるんだもんね。いやほんますごいっすよ言ったら聞いてくれますもん550本ぐらいだ。そこら辺はねもう本当に感謝してます。もう引き上がすつもりはないけど、うっすらと見せとかないと聞いてくれないからね。大島さんもじゃあ偽物、もうあいつの言うことはみんな聞きますから。だからこそ責任感があるんですよね。あ、うん、